はいどうも、こんにちは、ブチャンネルでーす。エミリア、スキル詳細来ましたね。まあ見た感じ一言で言うと、スノホアよりは、だいぶ落ち着いたバースト範囲アタッカーみたいな、感じですね、エミリアさん。相談数あたりのダメージもね、一発あたり 2% アップってことで、まあブラン、ノワールか。ノワールで上げたとしても、10% かな 10%、 まあでも 10% そこそこ高い。チャージダメージだな。チャージダメージなんで、まあ、そんなに、そんなに上がらないっていうことでね。まあな性能になりそうだ。予感がしますね。まあコラボキャラなんで、コラボキャラをね、人間キャラにしちゃうと、ニケは特に、復刻をしないので、まあ、今後どうなるかわかんないんですけど、現状復刻一度も来てないんで、その辺はね、運営さんも慎重に調整してると思うので、まあまあこれぐらいで落ち着いて叱るべきというかね。まあカタログスペックなんで、まあ使ってみて、まあめちゃくちゃ強かったみたいなことはまあなくはないんですけど、まあ最強人権ではなさそうですね。まあなので事前情報でね、最大相談数あたりの、バフがあるみたいな話だったので、オバロとかね、キューブとかで最大相談数盛るかと思ってたんですけど、チャージダメージだったんで、まあ、このキャラは普通に攻撃力持って、スキル2のね、パッシブで固定ダメージを入れていくみたいなキャラになっていくのかなと。まあ、A2 みたいな扱いになるのかな。まあ、弱くはなさそうだけど、まあ、レッドフードみたいな人権キャラではなさそう。まあ、人権にならなさそうではあるけど、コラボキャラはね、特定コンテンツで結構強かったりする場面が多いので、まあ、言うても今回引いていこうかなと思ってます。まあ、いつ復刻来るかもわかんないし、接待クエストがね、来る可能性が全然あるので、可愛いしね。バースト演出いいっすよね。膝枕、いいね。はい。というわけで、今回は事前評価でした。よろしければチャンネル登録、高評価、押してもらえると嬉しいです。ではではまた次回の動画もしくは、生放送でお会いしましょう。またね。